Konnichiwa and welcome to Sumo Prime Time. I'm Hiro Morita. Today we're going to show you another clip that was produced by the Japanese language YouTube team. It's a contest to find out who has the strongest grip or the grasping power. And it's a pretty exciting piece, so please enjoy the clip. 握力大会ということでやっていきたいと思います。今回は相撲界で握力が一番強いのは誰なのか、いろんな関取に握力を測ってもらって握力横綱を決めていきたいと思います。そうですね。へっかー、あーいかんな。いくつ？50。なんだろう、こんなん言ってたんだけどな。いきます。あ、出ます出ます出ます。70。すごい、70です。70です。こっちの方が出やすいです、はい。遠藤関来ていただきました。よろしくお願いします。ちょっと今握力大会してて、はい、自社のさないっす。言うてますよ。いや分かった、でも言うても、ないそういうやつ、いやみんな言うじゃないですか、ないって。じゃあ、はい、いいですか、得意の方で。はい、ここでいいですか。はい、うん、おお、いや、この76です。すごい、76です。いろんなやり方ありますけど、遠藤関こうゆっくり出てて一気にバーンっていく人もいますし、みんなちょっと チート気味だと、はあ、一気のパターンをちょっと見たいですけど、いいですか。もっといきそうなんで。今人生1だったんです。人生 1? 人生1だった、一気って一気に、もうあのこの野郎って言ってましょう、そうそうみたいな、ペコパみたいな。お願いします。ダメだ。さっきの方が、ね、さっきのでね、まあ、さっきのでそういう力の出し方、さっきのでいきますか、関取はさっきので、はい、さっきのでいきましょう。ありがとうございます。また、はい、あのファンの皆さんにメッセージをお願いしますか。はい、もっと笑顔で笑顔ですね。まあ、今年も、2020年も、まあ、無事、無事、まあ、コロナもあったんで無事ではなかったですが、まあ、またあと2021年も、しっかり自分らしい相撲を取って、皆さんに、元気を届けれるよう頑張りますので、また応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。全体やいいですか。ありがとうございます。お願いします。お願いします。白鵬関に来ていただきました。白鵬関、迫力をまたお願いします。85です。85です。いった。え、でもどうですか、結構もっと出る。いや、でももうちょっと稽古してたら出た。はい、左やってみる。左です。お願いします。これ上段の方回しとる感じだ。うわすごい。88です。88です。ありがとうございます。ファンの皆さんに一言いただいていいですか。はい、初場所精一杯頑張りますし、まあ、怪我の方もだいぶ良くなったんで、楽しみにしてください。いい相撲を取るように一生懸命、頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。鶴竜関に来ていただきました。ありがとうございます。握力は結構どうですか、自信は。全然ないし、はい、じゃあお願いしていいですか。すいません。得意な方、はい、お願いします。強い強い。来ました。87ですね。87です。すごいですね。僕たちはもう70ぐらいだったんで、はい、まあね、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、というわけでですね、朝乃山関に来ていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。握力測定なんですけど、はい、こういうことはこれ何ですか。え、あ、ラバーバンドです。割れました。いや、もうすごい目立ってたんで。朝乃山推しなんで。ええー、ありがとうございます。朝乃山推しです、はい、一緒だ一緒だ、みんな一緒だ。というわけで、自信ありますか、握力は。あんまりないですね。ないですね、ちょっと、はい、今のところあの白鵬関が1位で88位を
て出します。お願いします。わかりました。お願いします。得意な方で。はい。いきます。はい、お願いします。80です。80です。じゃあ反対、反対、はい、反対って言いますか。左も上手取りますからね。はい、上手側で、はい、上手側で。いきます。はい。おお、あ、惜しい。86です。すごい。86です。いやー、ちょっと2ポイント足りなかったですね。ちょっと悔しいですね。というわけでありがとうございました。はい、ちょっと来場所ちょっとファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、来場所も、初場所からいい1年にしたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いします。佐野山関でした。ありがとうございました。ありがとうございました。マジで行きますね。やば、弱っやばいっすわ。最弱っす、多分マジで。先場所、幕内優勝しました貴景勝関に来てもらいました。ありがとうございます。よし、大関、はい、あの握力なんですけど、どうですか。突き相撲なんで、あんまり得意じゃないですけど、ね、そう、結構ね、押し相撲握力弱い、四つ相撲強いみたいに言われますけど、ちょっとじゃあ、お願いします。70です。70でした。70でした。はい、ありがとうございました。じゃあちょっとあのファンの皆さんにメッセージいただけますか。前場所応援ありがとうございます。来年も、一生懸命いい相撲を取ろうと思います。応援よろしくお願いします。貴景勝関でした。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ正代関お願いします。はい。お願いします。得意な方でお願いします。左ですか。左で、やはり。まあ、ショットの左手。さあ、お願いします。おお測定不能です。100超えました。強っ。初めて行きました、91が最高だったんですか。1位、1位です。1位です。あ、なんかこの力の強さの源は、何なんですか。いや、馬刺しでいいです。馬刺し、熊本の方に、ではそしたらたくさん視聴者の方いらっしゃいますんで、ファンの方に一言お願いします。11月場所は休場してしまったんですけど、1月場所まで、怪我を治して、また活躍できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。正代関でした。はい、翔猿関に来ていただきました。はい、はい、自信ありますか。負けないと思います。負けないですか。はい、じゃあ、お、自信ある。はい、自信ある。さすが前三つ拝むんでね。おお、そうですね。よし、はい、多分やばいっすこれ。おお、一周と60で考えたら、だから100だから、一周で200だから、はい、262です。はい、というわけで ね最下位ということで。そうですね、はい。あ、でもこうやって見たら、でも握力じゃないんだなっていう。握力じゃない、相撲だから。相撲で、そうですね、60で最下位ですか。スピードですからね、相撲は。そう、まあ、ちなみに正代関ですね、大関は100超えてました。え、でも僕はだ一周回って62だから。じゃあ262、262、はい、1位で、相撲は握力じゃないということが分かったんで、動きで勝っていきたいと思います。皆さん応援してくれると嬉しいです。よろしくお願いします。照ノ富士関に来てもらいました。よろしくお願いします。お疲れ様です。今のところ、あの正代が振り切って、振り切ってるんですか。振り切って、じゃあお願いします。ちょっとまた火ついたんじゃないですか。自分最近は本当に筋トレで全くしてないんですよ。場所終わって久しぶりに言うても、言う、うおこれはもう、もうほぼ振り切ってますよ。99、うん、そうですね、99か、99は99。じゃあちょっとあの
最後ファンの皆さんにメッセージもらっていいですか。来場所まで210まで頑張ります。そっちで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。高野翔関です。ありがとうございます。今日ちょっと握力測定ということで、はい、自信ありますか。いや、あんまりですね。そうですか、はい、じゃあちょっとやってもらいましょう、はい、って言いながらね。そうですね、言うてもって言いながらね。言ってもみんなそれで言いますから。うわーすごい。いや言っても70、60、69です。いやいや言ってもですよ。いやどうすんだ、だってみんななんか90近くいってさ、振り切ったりして。いや人それぞれありますから。みんなだって69だったらお前ちょっと逆でもいいですか。逆でも逆でしょ。はい、困ったな。70、93です。93です。いやー結構いきましたね。いきました、はい、というわけでじゃあ記録は73ということで。そうですね、はい、よろしくお願いします。あのファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、また来場所も、はい、頑張りますので応援よろしくお願いします。もう大丈夫。あ、大丈夫です、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ね、というわけで、はい、ね、すごかったですね。1日、はい、握力を測っていったんだけど、はい、すごかったよね。あれ都市伝説関さん、すごかったよね、はい、握力計が、はい、まだやる、まだやるか、振り切るんだよね力士は。はい、都市伝説でも何でもないですねそれは。ただ単につまり、はい、お相撲さんは力が強いんだよね、はい、比較外なんだよね、はい。またじゃあ引き続き、はい、チャンネル登録お願いします。いいね、よろしくお願いします。70すごい、すごいじゃん。意外にある、まだ、やっぱ左の方が強いです。もう右はあんまよく弱いんですよ。でも左前も遠しかったからね。右多分60ぐらいしかないと思う。70あればいいか。あ、70ぐらい。あ、すごいね。すごいね。負けず嫌いやね。いや、意外にあったからびっくりした。もっと落ちてるかなと思った。握力ファン落ちてるの。ポキッて痛んだね。今マスクもガッて上がってる。77ぐらい。へー。All right, there you have it. Shodai has the most grasping power in sumo. He's got the Yokozuna grip. Let's see how he does in the next tournament in May. All right, that's going to do it for Sumo Primetime. Thanks for watching again. Arigatou for watching. I'm Hiro Morita and sayonara. Hey, thanks for watching Sumo Primetime. If you're enjoying our channel, make sure and click and subscribe and check out all of our contents.